疲れ様です。あ、お疲れ様です。いや、どうもどうも。どうしたのどうしたのどうしたの。どうもどうも。いや、ちょっとね、はい、ちょっと疲れてるかなと思って。あ、まあ。今日、まあ、お互い朝バイトあったし。あ、それはね。もう眠いわ。差し入れ持ってきたよ、俺が。え、なんすか。こちらです。バーン。サラダスティックみかん味。いやいや待って、マジ要するにカニカマ調ですね。牛みかん練り製品です。キモみかん。これね、ソーダ風味がねすごい話題になってたんですよ。え、夏に、あの青いやつ気持ち悪い。でそれ売ってなかったのよ、全然どこにも。てかそんなのあったんだ。 あったあった。あ、でもその近くのスーパーは全滅で売ってなくて。ああ、ダメですね。ありがとうございます。ああ、声がないここ入ってっから。じゃあ、さすが出すのやっちゃってくださいよ。うわっ、そんなごめん、ちょっとマジで今。おーやばっ、カニだぞ、ちゃんと。ねえ、あのね、はい、マジ微妙。どうぞどうぞ。ちょっとうまいね。そう、たまにサラダと果物混ぜたものとかあるじゃない、うん、なんかそれのイメージを作りたいのかなぐらいの感じでしかない。こちらです。あー、なんこれまずそう。お、え、ちょ、え。あー、でもあれ微妙だな。柑橘系のカニって感じ。そうそう、なんとも言えないです。うん、若干甘いんかな。口なし色素を使ってるらしいですね。なんですかそれ。ナットとかに出てきそうじゃない。サラダにね、あれなんか入ってる時あるじゃん。果物、あ、みかん入ってる時あるね。そう、たまにサラダと果物混ぜたものとかあるじゃない、うん、なんかそれのイメージを作りたいのかなぐらいの感じでしかない。